뭐? 뭐 아가레 って 言ったんだ. いい時間だぞ. あとやっとくから. いいよ. 上の空でさらわれちゃかなわない. やってくれたよ. ほら変われよ. いいから。 そのまま 見てられないよ。 お前さ、 そんなタフじゃないだろ。 そうじゃない。 違うだろ。 お前のこんな顔を見ることになるって知ってたら俺は引かなかったんだ。辛いならさ、もうやめちゃえよ。ごめん、フェアじゃなかった。余裕ないんだな俺も。忘れろよ。 こんなとこで垂直跳びの練習か？ どけ。 これか？ そうか。 うちの近所にも同じくらいのやついたし、別に俺とお前じゃ話にならないだろう。 比べる相手を間違うな。それよりお前の必要な本はどれなんだ？ああ、そのままでいいと思うぞ。ドアの上のとこに 毎回頭ぶつけて歩きそうだから。どうだか。じゃあな。 おめえさん、ごめんごめん、驚かせちゃった。ねえねえ、これからどっか行かない？ねえ、もう来ないもん。さっきから見てたんだもん。あ、待てよ。 怒ろうと思ってたけど、そんな顔されたら訳があるんだろ。じゃあいいよ、来てくれないんじゃないかって実はへこんでたんだ。だから今は嬉しい。
始まるみたいだ。着名は後でゆっくり聞くよ。話も。あ、危ない。どういたしまして。まったく、すごいサーブだ。正直理解できないよ。座って聞いちゃいけないのか？なんでもない。スーパーチャージャー最高。やれやれだ。君が笑ってくれるなら、まあ元は取れたかな。最高か。やれやれ。スーパーチャージャー最高。いいよ。君が笑ってるから。こっちはダフ屋でチケット買ったから、みんなバラバラ。よくチケット取れたね。まあね、苦労してるんだ。でもさ、ユキがスーパーチャージャーのファンだなんて知らなかった。まあそうだろうね。僕も知らなかったから。ねえ、みんなとご飯食べてくでしょ。え？ああ、それがちょっと。ねえ、行こうよ。いや、なんていうか、それが。ん？なんだ、いたの。お帰り、遅かったね。やだ、そういうことは先に言いなよ。じゃあ、また学校でね。あ、ああ。何言ってんだよ。だって、今日はせっかく、その、ほら、プラチナチケットが。どうしたんだよ、急に。子供みたいだぜ。あの、もしかしてだけど、焼き餅焼いてる？ごめん、ちょっと待てよ。